あれはなんだ、天幕デザイン見えますかね。うわー、シュール。ジャパルのミヤです。はい、どうもノブです。それではあの坂手市組み立てたいと思います。はい、ちょっと時間かかるかもしれないので頑張ります。やってみましょう。トコスティシー、おい、じゃあ早速開けてみたいと思います。かっこいい、うらっく、こりゃサガスティシーだー。それでは組み立てたいと思いますね、丁寧にね。そうですね、箱を壊さないように、うん、よし、来た、お、はい、おー、かっこいい、こんな色、いい色しますね。あ、それでは、はい、よいしょ、来ました、来ました、天幕デザイン、かっこいい色が、結構重い、結構重いですか。よいしょ、でもあれですね、持ち紐結構長いですね、かわいい。よいしょ、開けるとこんな感じです。なるほど、ちょっと楽しみ、ほい、柔らかそうな素材で、柔らかそうな、うん、よいしょと、お、なんか紐で縛られてますね。あの辺のフィールドに立てたいと思います。はい、説明書もついてますね。はい、はい、設営ガイドを広げます。はい、一つ目の袋には、はいはい、こんな感じで、こんな感じで入ってますね。おお、ペグ、なかなか立派なペグですね、これ。で、袋に、よいしょ、これが設営ガイドかな。お、それですね、これが設営ガイドですね、うん、で、まずこいつを五角形、よいしょ、広げて、うんうん、こいつを貼るところに置いていきましょう。はい、赤いペグが1本だけ入ってます、はい、マークついた、うん、こいつをセンターに刺すと、なるほど、設営ガイドですと。よいしょ、こんな感じですね。はい、立ってきます。はい、で、あの見えるかな、正五角形のところにまずペグを刺します。はい、と言いたいところですが、少々お待ちを。お待たせしました。はい、実は一緒にスノーピークのソリッドステーク306本セットを買いました。おー、なのでこいつでペグを打ちたいと思います。はい、いや、いいペグですねそれ。で、抜いて、よいしょ、はい、いきます。ペグ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 、トレイルホーク、いいですね。はい、はい、ペグダウン、ペグダウン、オッケー、イエー、これですね。はい、ペグ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 、あれですね、設営ガイドの五角形に合わせてペグをダウンしていきますと。はい、3箇所目です。はい、ここですね。はい、ペグ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 、それ流行らそうとしてるんですか。ペグ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 、3箇所目完了。はい、4箇所目です。はい、ペグ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 、それ流行らそうとしてるんですか。ペグ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 、おー、いい感じで入ってきますね。はい、はい、最後5箇所目です。ラストラストラスト、ペグペグお願いします。はい、行きます。ペグ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 、あ、疲れた、ペグ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 、息上がってますよ。ペグ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 、いや、疲れが出てきます。はい、はい、OK、完了、5箇所ペグ打ち完了です。はい、それでは5箇所打ち終わったのでガイドを外します。はい、お、はい、役目終了で、広げました。
ベンチレーターをセットします。まずはこのとこですね、ベンチレーターですね、持ち上げます。はい、はい、こんな感じ。はい、まずこんな感じ広げました。かなり手探りやっております。はい、そしてこれをセットしてみましょう。はい、あ、セットしました、セットしました。はい、2箇所目。はい、2箇所目出しました。はい、3箇所目。はい、はい、4箇所目。はい、4箇所目取りました。はい、5箇所目取りました。こんな感じですね。はい、ポールです。おお、さあ、どんな感じになってるんでしょう。おお、太っ極太。これランタンハンガーが付いてますね、うん、あとは、まあ、ゴム。これもまあ、違うもの代用しましょう。はい、取れました。そしたらこれを組み立てていきましょう。はい、はい、はい、よいしょ。3、3、4、4。はい、こんな感じです。お、長い、こんな感じ。縫い棒みたいな。はい、入り口開けます。はい、開けました。はい、したらちょっと見えないと思うんでライトをオン。うんうん、こんな感じで多分ここにこんななってます。あ、一番頂点の、うん、頂点ですね、うん、ここにボールの上を当てると。はいはい、まずやってみますね。はい、はい、当てました。はい、当てました。当てましたと、うん、それではこれをよいしょよいしょ。お、当てな、立ってきてます。あ、すごい、よいしょ、うん、よいしょ。おお、真っ暗になってた。こんな感じ、こんな感じで、おお、立てますと。すごい、内側から見るといいですよ。外に出てみると、おお、すごい、おお、綺麗、高っ。2m80。 2m80 ですね。すっぽり入れるサイズ感ですね。で、上の部分が換気口みたいになってます。貼ってみました、綺麗に。うん、どうでしょうかね。中には、今、こんな感じでランタンをつけてますが、結構、遮光性は結構高いですね。そうですね、うん、中はだいぶ暗くなりますね。中と外で結構、明るさが違い出ますね。あそこの入り口が風通しの穴ですね、うん、で、寝るときはこいつらを閉じてみると。はい、多分こうじゃないかと。じゃあ一周で聞いてみますか。で、下もペグダウンしました。ゴムがついてるんですね、はい、そうですね。ベンチレーションが2箇所目ですね。裏側といいますか、裏側なのかな。はい、これで合ってるのかがちょっと不安ですが、これで合ってると思います。うん、どうですかね。まあ、テンションかかっていけばいいっぽいと思うんですけどね。ちょっと予習はしてきたんですけど、うん、実践となるとなかなか難しかったです。見てください、この天幕デザインのロゴ。あ、かっこいい、いいですよね。このサーカス TC っていうのはポリエステルとコットンの混合の生地らしいんですね、うんうん、なので火に強い、火の粉に強いですねって言われてます。焚き火に向いてるテントっていうかね。そうですね、そば、うん、で焚き火をやってもいいテント。夏は木陰のように涼しく、冬は暖気を逃がさない抜群の遮光性と通気性を兼ね備えたメンコンボーテント。重量は約 10.9 キロありました。はい、で幅はね、こうだんだんこんな感じですね。高さが280センチですね、うんうん、で、五角形のこの曲線、はい、420センチ、うんうん、一辺272センチですね、はい、っていう感じになってます。こんな感じで両面開けて使ってもね、いいですね。いいですよね、うん、はい、今日はこんな感じで天幕デザインのサーカス TC を
初バリしてみたっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。ぎゅー坂下石。いやー、ランタンにフライフライGOのロゴからのサーカス TC。 いい絵だ。来た。素敵。